スメラギ。キリトか。よかった。やっぱりエールオに残ってくれたんだな。ああ。貴様に言われたからではないが、まだこの世界でやり残したことがあるような気がしてな。やり残しが気になるって、やっぱりお前もゲーマーだったんだな。廃人ゲーマーの貴様に言われる筋合いはないが、だが否定はしない。俺自身思っていた以上にこのゲームの魅力に惹かれていたようだ。なあスメラギ、高難易度クエストのソロプレイはリスクが高いよな。気が向いた時でいいんだ。俺たちとパーティーを組まないか。パーティー？貴様も変わった男だな。なぜ俺のことを誘う？なんでだろうな。俺と似たものをスメラギ、お前に感じたからかな。なるほど。いいだろう。俺の気が向いた時だけでよければ呼び出してくれて結構だ。ただし足手まといになるようならソロを選ぶぞ。ああ、わかった。よろしくな、スメラギ。文化毎回シャムロックの奴らに連れ戻されるのに懲りなんだな。そう簡単に束の間の自由を奪われるわけにはいかないもの。あいつらも毎度毎度大変だな。それで今日はどうしたんだ。また厄介事を持ってきたなんてことではないよな。鋭いわねキリト君。今日は君にお願いがあってきたの。お願い？ええ、実はね、気になってるクエストがあるの。クリアすればおそらく風花が装備できるレアアイテムがゲットできるのよ。みんなの歌姫セブンちゃんとしてはどうしても手に入れておきたいじゃない。そのクエストの攻略をキリト君にお願いしたいの。俺に？クエストならシャムロックの奴らに頼めばいいんじゃないか。もう頼んだわ。でも彼らじゃクリアできなかったのよ。だからわざわざ君にお願いしてるの。そいつはすごいな。シャムロックってかなりの精鋭が揃ってるんだ。ええ、でも49人ものプレイヤーがとぼとぼと帰ってきたわ。へえ、どんだけ無理ゲーなんだ。そんな大量の精鋭でさえ返り討ちに合うようなクエストじゃ俺一人が挑んだところでどうにもならないだろう。そうかしら。キリト君なら何とかしてくれる気がするんだけど。何の根拠だ。勘よ勘。そりゃまた随分曖昧な理由だな。私は科学者だけど、こういう勘だってバカにしてはいけないと思ってるのよ。どうキリト君、この依頼受けてくれる？成功できる保証はないけど、まあいいさ、やるだけはやってみよう。ありがとう。君ならそう言ってくれると思ってたわ。シャムロックの奴らでもクリアできないクエストっていうのも引っかかるしな。キリト君ワクワクしてるでしょ。表情でバレバレだよ。確かに未知のクエスト、しかもかなりの難関と聞くとはついゲーマーの血が騒ぐっていうかな。お願いする身としても楽しんでくれるなら余計嬉しいわ。それじゃ早速クエスト開始地点に行きましょう。私が案内してあげる。なあ頼むよ。ここがクエストの起動場所よ。黄金リンゴの木か。また来ることになるとはな。あら、
もう来たことがあるの？まあ、以前のクエストでちょっとね。ふん、そうなんだ。あそこにいるのは女神イズか。困ったわ。一体どうすれば。何か困っているみたいだな。ええ、あのイズンがクエストの起動フラグになってるの。プーカを含むパーティーで彼女に話しかけるとクエストが開始するらしいわ。早速話しかけてみましょう。こんにちは。あなたは以前私をシアチから救ってくれた方。その説は本当にありがとうございました。ああ、いえいえ。それよりまた何かお困りですか？実は私の夫ブラギがいなくなってしまったの。どうか彼を探してほしい。また彼に会いたいの。今度は旦那の方が行方不明か。つくづく難儀な夫婦だな。おそらくブラギを探し出すとアイテムがもらえるって寸法なんでしょうね。彼がいなくなってから木々や草花が枯れかかっているの。今ではこの黄金のリンゴの木も。このままではリンゴを収穫することができずに神々が死んでしまうわ。そいつは確かに大変だな。私はこの木を守らなければならないからここを離れられないの。妖精たち、ブラギを探し出してこの場所に連れてきてくれないかしら。ああ、分かった。俺たちがブラギを見つけてみせるよ。ありがとう。あなたたちならきっと連れてきてくれると信じてるわ。これでクエストスタートなのね。でもブラギがどこにいるのか分からずじまいだったぞ。闇雲に探しても見つからないと思うんだけど。その情報はこっちで収集済みよ。詳しく話すから一旦町に戻りましょう。ああ、分かった。フィールドに出ると疲れるわ。パーティー内にプーカがいないとクエストが起動しない仕組みだったんだな。道理で俺も知らないわけだ。なるほどな。だからクエスト報酬はプーカ関連のアイテムだろうと踏んでいるわけか。そういうこと。でも理由はそれだけじゃないわ。ブラギはね、北欧神話の神々の中で随一の詩人なの。彼が盾ごとを手に歌う生命の歌は冥界の女神ヘルの心をも揺り動かすものらしいわ。そしてその歌は植物に生命力を与え木々や草花を蘇らせるとされているの。へえ、そうなのか。ね、ここまでプーカを連想させる条件を揃えておいて全然関係ないアイテムを報酬にするほど運営も適当じゃないでしょ。確かにな。そういう世界背景からゲームの仕様を類推していくのもなかなか面白い切り口だな。やっぱりキリト君と話してると楽しいわ。あ、そう。シャムロックのみんなはゲームの攻略を使命みたいに考えてるの。だから君みたいに楽しむ感覚がなくなっちゃってるのよね。ただ言われた通りに動く。そこには探求心はないでしょ。そうさせてるのはセブン、君じゃないのか。ふんうん、違うわ。私は彼らにお願いしてるだけだもん。君にクエストを頼んだのと同じようにね。少なくとも彼らがクエストを頑張っているのは彼らの意思よ。セブンのため。あ、いや、セブンに認めてもらうためか。意思を持った行動は意思を持たない行動より格段に良い結果を残す。データなんて簡単に覆すほどに。君も覚えがあるでしょ。ああ、そうだな。少し話しすぎちゃったね。さて、クエストの話に戻ろうよ。これでブラギの捜索というミッションが与えられたわけだけど、シャムロックのみんなが調査してくれたおかげでブラギの居場所自体はすでに分かっているわ。キリト君にはそこに行ってもらいたいの。セブンは行かないのか。
私はここに残るわ。だって危ないじゃない。まあそうだけど、それに自分の実力はちゃんと把握してるつもりよ。私がついていったら余計に攻略が難しくなるでしょ。加えて君が私をフィールドに連れ出してるなんてシャムロックのみんなに知れたら、キリト君にはもちろんキリト君のお仲間にだって迷惑がかかるかもしれないしね。こっちからお願いしておいて申し訳ないけど、分かってもらえると嬉しいな。そういうことならしょうがないな。分かった、セブンはここで待っててくれ。ありがとうキリト君。私そろそろシャムロックのみんなのところに戻らなきゃ。あ、それじゃあな。ええ、またね。さて、セブンからもらった情報を頼りにクエストの場所に行ってみるか。早速門番のお出ましか。奥に進むにはこいつを倒さなきゃいけないみたいだ。よし、さっさと倒してブラギを探すぞ。これで決めてやる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 。大したことなかったな。任せてくれ。よし、これで先に進めるな。ん？奥の方から何か声が聞こえるぞ。とりあえず向かってみるか。
今度こそセブンのためにこのクエストを成功させるぞ。おー、鉢合わせとは間が悪いな。早く先に進みたいんだけど。貴様は。しまった。スプリガンのキリトだな。いつも我々の任務遂行の邪魔ばかりしてくれる。しかし、この先には通さんぞ。あんたらもプーカのアイテムが手に入るっていうクエストを受けてるのか。おい、なんでそのことを知ってるんだ。それはセブンに聞いたって正直に話すと彼女に迷惑がかかるだろうしな。へえ、どこからその情報を得たのかは知らないが、アイテムは我々がいただく。現在偵察部隊が先に行って敵の動向を調査しているのだ。我々が先にクエストに挑戦している。ここから先に通すわけにはいかない。偵察してるだけなら別に進んでもいいだろ。俺もさっさとこのクエストに挑戦したいんだ。うん、やはりそういうことか。それを聞いてしまってはなおさら通すわけにはいかないな。ここで貴様を足止め、いや仕留めておかねばなるまい。通りたければ力ずくで通るしかないってことか。我々サムロックの威信にかけて必ずやこのスプリガンを撃て。はっ。一人をこの大人数で容赦ないな。だったらこっちも手加減なしでやらせてもらう。覚えていろ、この雪辱はいずれ。次倒したか。さすがにきつかったな。これでやっと先に進めるぞ。なんだ今の悲鳴。もしかしてさっきシャムロックのやつが言ってた偵察部隊か。この奥で一体何が起こってるんだ。一瞬で HP が吹き飛びそうだ。さて、どうしたものか。もしかしたら小人たちを倒す以外に扉を開く方法があるのかもしれない。とりあえず一旦町に戻ってセブンに報告しよう。セブン、
おう、キリト君、プリビエイト。クエストは攻略したの？いや、それはまだなんだけど、一応途中経過を報告しておこうと思ってさ。どこまで進んだの？洞窟の奥まで行ってみたんだ。そしたらシャムロックの奴らと鉢合わせしてさ。え？また挑戦してたの？私はその報告受けてないよ。セブンのために今度こそ攻略するって言ってたぞ。そう、結局意見が荒くて戦うことになってしまったんだけど。倒したんでしょ？いいわよ、正々堂々バトルで決着をつけたんだから。その後先に進んだらシャムロックの偵察部隊がいてさ、岩の扉を守る小人たちに殲滅されてたんだ。小人？小人なんかがそんなに強いの？波の強さじゃない。俺がシャムロックの人数分いたとしても勝てる気がしないな。え？それじゃあクエストをクリアするなんて不可能じゃない。そう、だからきっと小人を倒す以外に岩の扉を開ける方法があるんじゃないかと思ってるんだ。別の方法？あ、そうだ、少し情報を整理してみましょう。クエストクリアのためにはイズンの夫であるブラギを探し出して黄金のリンゴの木まで連れて行かなければならない。ブラギが隠れているのはその岩の扉の向こうでほぼ間違いない。ブラギがいなくなった原因って何か言ってたっけ？ううん、イズンが言ってたのは最近ブラギが落ち込んでいて草花たちも元気がなかった。そんなある日突然姿を消してしまったってことくらいよ。落ち込んでいた。ブラギの元気がなくなり、草花たちの元気もなくなり。一人の調子で左右されるなんて、草花たちも迷惑な話だよね。そうか。ん？何か分かったの？おそらくな。俺の仮説が合ってるなら、このクエストクリアできるぞ。本当？でもクリアするにはセブン、君が洞窟まで一緒に行く必要がある。え？いやよ、そんな強いモンスターがいる洞窟に行くなんて、私足手まといになっちゃうよ。大丈夫、絶対にセブンを守るって約束するよ。だから俺を信じてくれないか？キリト君、分かったわ、信用してあげる。その代わり私の HP が1ドットでも減ったら承知しないからね。あ、任せてくれ。シャムロックのみんなに見つかったら面倒なことになるわ。さっさと行きましょう。ここが岩の扉ね。な、それ以上近づくと小人が攻撃してくるかもしれないから注意してくれ。分かったわ。あの小人たちにシャムロックのみんながやられちゃってるわけ。見た目は可愛らしいけど、攻撃力は凄まじいぞ。あの顔で容赦なくプレイヤーを殲滅するからな。ふーん、それはゾッとするわね。それでここまで来たのはいいけど、私はどうすればいいの？セブンにはここで歌ってほしいんだ。え？なんで私が歌わなきゃいけないの？このクエストの鍵はセブン、君の歌声だ。だから歌ってくれないか？いいわ、君を信じるって決めたんだから、特別にキリト君のために歌ってあげる。その代わり後でどういうことか説明してもらうよ。ああ、分かった。それじゃあ歌うわ。いてついた心が砕け散る大地へと、傷ついたあの日な、私の歌で居眠りするなんて。違うよ、彼らはセブンの歌で戦意を喪失したんだ。そうなの？ああ、そしてもうすぐ、あ、岩の扉が開いてく。この歌は？ブラギ、
おお、あなたはなぜこのようなところに。イズンに頼まれて探しに来たんだ。おお、そうか。イズンには心配をかけてしまったな。そうよ、なんでこんなところに隠れるのよ。わしは最近歌声が衰えてきているようで、あまり草花が咲かなくなってしまったのだ。これではイズンがリンゴを収穫できなくなってしまう。イズンがわしのような老いぼれの妻になってくれたのは、おそらくわしの花を咲かせる能力を見込んでのことなのだ。唯一の取り柄がなくなってしまったら、わしはただの老人、イズンに嫌われ捨てられてしまうかもしれない。あなたバカじゃない？直接確認したわけでもないのに一人でネガティブな妄想して、挙句の果てにこんなところに隠れて、おかげでシャムロックがどれだけ多大なデスペナルティーを。いやいや、そんなことを言ってもブラキは理解できないから。ああ、そうね、つい。とにかくとっととイズンのところに戻るわよ。しかし戻ったところでわしの居場所なんて。大丈夫さ、ここにいるプーカの歌声があればまた草花が蘇るはずだ。え？ああ、そうだ、その妖精の歌声を聞いてわしは思わず岩の封印を解いてしまったのだ。美しき妖精よ、どうかわしに力を貸してくれないか。けどセブンちゃんの歌声は高くつくわよ。これで報酬がつまらないアイテムだったら承知しないんだから。ブラギさん、行きましょう。お、ありがとう、ありがとう。やっと草原に戻ってきたな。ねえキリト君、私が歌うとブラギが出てくるってなんでわかったの？大きな決め手は2つかな。まず1つは、このクエストがプーカなしでは始められない設定になっていたこと。2つ目は、扉を守る小人たちが戦闘では絶対突破できない強さに設定されていたこと。この2つから考えれば、答えはプーカに戦闘以外の何かをさせるしかないだろう。なるほど。さらに言うと、君がブラギは北欧神話随一の詩人と教えてくれたこともヒントになったかな。確かに歌にまつわる力を持っているのは音楽妖精族であるプーカしか考えられない。それで私を洞窟まで連れて行って扉の前で歌わせてみたわけね。ああ、そういうことだ。強引に引っ張っていって悪かったな。ううん、いいわ。おかげでクエストもクリアできそうだしね。キリト君に頼んでやっぱり正解だったわ。ブラギ、イズン。ブラギ、どこへ行っていたの？心配したのよ。すまなかった。なんで姿をくらますようなことをしたの？それは、バッカじゃないの？花を咲かせられなくなったくらいで私があなたを捨てるわけないじゃない。もちろんあなたの能力ですごく助かってはいるわ。でもそれだけであなたの妻になったんじゃない。そうなのか。当たり前でしょ。だからもう二度と勝手にどこかに行かないでちょうだい。ああ、すまなかった、すまなかった、イズン。これで一件落着だな。まだよキリト君。ああ、草花がこんなに枯れてしまって。しかしもう大丈夫だ。彼女の歌声さえあればわしの盾元に合わせて一緒に
歌ってくれるだろうか。ええ、任せて。ブラギの奏でる盾ごとに合わせてセブンは静かに歌い出した。その透き通るような歌声は枯れていた草花を癒し、蘇らせていった。生命の歌、セブンはブラギの歌をそう呼んでいたが、まさしくその通りだった。俺はいつの間にかその歌声に身を委ねるように手を出し、ありがとう。わしも君の歌声で力がよみがえったようだ。本当にありがとう。すべてあなたたちのおかげよ。そうだ、お礼にこれを差し上げよう。これは小人たちが作ったアーティファクトだ。君ならきっと使いこなせるだろう。ありがとう。これで本当に終わったな。そうね、無事にレアアイテムも手に入ったし。キリト君、クエストに付き合ってくれてありがとう。あ、いろいろあったけど結構楽しかったよ。私もキリト君にお礼しなきゃね。そうだ、今度はシークレットライブに招待してあげるわ。シークレットライブ、そんなのがあるのか。ううん、今作ったの。お客さんは君だけよ。ああ、ありがとう。楽しみにしておいて。今回成り行きで二度もセブンの歌を聞いたけど、これってかなり貴重なんだよな。このことをセブンのクラスタに知られたら闇討ちに遭いそうだ。さあキリト君、町に帰るまでちゃんと私を守ってよね。いきなり手を引っ張るなよ。キリト君が遅いからでしょ。ほらさっさと歩いて。はいはい。